新元鹿の助、新元鹿の助から1949年3月8日は、日本の鉄道技師、土木技術者、家人。台湾総督府鉄道部長、旧姓、福崎、郷松園。薩摩国鹿児島郡後の鹿児島県鹿児島市で、福崎一米の次男として生まれ、新元商兵の養子となる。1895年7月。 帝国大学校科大学土木工学科を卒業した。低新省に入省して、鉄道作業局技師に任官し、1896年5月、技師に昇進。福島県、静岡県などで、鉄道建設、改良工事に従事した。1897年4月、台湾総督府民政局技師に転じ台湾での鉄道創設のため、測量、建設、 改良などに尽力した。1899年11月、台湾総督府鉄道部宅出張所の初代所長に就任し、同公務課長、同県監督課長を歴任し、1908年4月に台湾縦間鉄道が全通した。1910年5月、カレン出張所長となり台東線を担当し、ついで、有山作業所長として有山森林鉄道の 建設に従事した。営業課長、運輸課長を歴任し、1919年3月、台湾総督府鉄道部長に就任。1924年12月に退官した。また、1912年3月に創立した、ジャパンツーリストビューローの育成にも尽力した。晩年は、和歌の創作に取り組み、帝国鉄道協会に、 マガネ会を設けて短歌の指導に当たった。ありがとうございます。